督の退任セレモニーを行わさせていただきます。薩川監督、前へお進みください。薩川監督のプロフィールをご紹介いたします。薩川典弘、1972年4月18日生まれ、現在40歳、静岡県出身です。清水高校卒業後、1991年に後の横浜フリューゲルスとなる全日空サッカークラブに加入。1993年、1998年には天皇杯優勝に貢献し、1999年に柏レイソルに移籍。2005年まで第一線でプレーし、 J1 通算311試合出場で現役を引退しました。その後は柏レイソルの球部コーチを経て、2008年より AC 長野パルセイロのトップチームコーチに就任し、2010年からは監督としてチームを率いていただきました。5年間という長い間、 AC 長野パルセイロと長野のサッカーのためにご尽力いただき、チームに走ってつなぐ、組織で戦うサッカーと諦めない姿を浸透させて、北信越リーグ制覇、 JFL 昇格、JFL 初参戦準優勝、そして今シーズンも最後まで優勝争いに名を連ねての準優勝と、さまざまな功績を残していただき、薩川監督に感謝の花束を贈呈したいと思います。プレゼンターはコーチの小湊様、クラブを代表して小池睦夫、選手を代表して宇野澤選手、そして選手たちからプレゼントを大島選手より贈呈されます。サポーターの皆様へご挨拶をお願いいたします。一言だけ言わせてもらいます。ありがとう長野。薩川監督、ありがとうございました。サポーターの皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。